アメリカの株式指数って3種類、ニューヨークダウと SP500 とナスダック、はい、あると思うんですけど、なんでこんなにあるのかなっていうのと、それぞれどう違うのかっていうのを知りたいです。ですね、まず実はその指数に2つ特徴があるんですね、はい、何で構成されているのかっていうことと、もう一つはそのどうやって計算されるかっていう、この2つがまあ指数の特徴なんです。ダウっていうのはまずその株価平均型の株価指数ですね。全部一緒にして割ったってことですか？そういうことです。あ、はい、そういうこと。一方で S&P500 とナスダックっていうのは時価総額加重型の指数ですね。時価総額の順でそれぞれの企業にそのウェイトを与えているんです。大きい企業ほどなんで影響力が高いというか、そういうこと、時価総額が大きい企業ほど影響が強い。株価平均型だと時価総額ではなくて株価そのものが大きい銘柄が指数を動かすっていうことになります。アメリカだと株価平均型はダウン、日本では実は日経平均ですね、はい、アメリカだと時価総額加重型は S&P500 とナスダック、日本だとトピックスです。あ、なるほどです。 それぞれ、また構成されている銘柄が違う。銘柄が違います。まずダウの方はこれ実は一番古いんです、その指数としては、ね、歴史がある。歴史があります、はい、だから100年以上の歴史がある。そんなにあります。ありますよ。このダウの特徴っていうのは実は中に30銘柄しか入っていない。あ、意外と少ないんですね。少ないです、はい、意外と少ないですし、公益企業とかユーティリティカンパニーとか、あと輸送機器とかですね、輸送関連の銘柄は入らないんですね。それまた別途指数があります。公益指数と公益株指数と、あとは輸送株指数っていうのがあるんです、ダウンのね。その意味ではまあ、全部ねその銘柄が入ってるわけじゃないんで、全体像を見るときにはダウっていうのはあんまり向いてないんですよ、その意味では。確かに、ね、その国がどうかっていうのはあんまり分かりにくい、分からない、相場全体でどうなってるのかもちょっとダウだと分かりづらい面がある。なぜかというと、はい、まず30銘柄だけセクターが限られていて、もちろんそのダウの中に入っているセクターっていうのはそんなに少なくはないんだけどね、 IT もありますし、エネルギーもありますし、金融もありますし、一応幅広くは入ってる。幅広くは入ってる。でダウって基本的にブルーチップインデックスって言われるんですよ。ブルーチップっていうのは、はい、有料企業の、まあ、株価指数っていうことなので、まあ、やっぱりその業界ではすごく影響力の強い、時価総額大きい、流動性が高い企業が選ばれる。それがダウですね、はい、ただしさっきも言ったように、じゃあ経済全体とか相場全体を表すのに適してるかというと、それちょっと違います。そういう意味では SP500 とかですか？ SP500 が、まあ、基本的には SP500 っていうのは500社の中に入っているので、それが全て時価総額ベースでウェイトを与えられて加重されて、運用されているので、まあ、その意味では SP500 の方が当然ながらダウニックよりも、まあ、相場のまあ、実態を反映させているし、ただ一方で SP500 の方はボラティリティが高いんですよ、若干。それはいろんな企業が入ってるからですか？そういうことです。いろんなのセクターが入ってるから、まあ、ダウ平均に比べるとより幅広い企業が入ってるっていうことなんですね。そういうことです。なんか積み立てNISAとかやるときにやっぱり SP500 を買えみたいな感じの流れなのか、まあね、アメリカの最終戦の中で言うと、まあ、多分一番正解、まあ、市場全体に投資することになるんで。ああ、なるほど。まあ、ナスダックも悪くないんだけどね、ナスダックもともとだから、はい、テック銘柄の比重が極めて強いっていうのは特徴なんですよ。だからナスダックの方がちょっとこう何ですか、リスクが高いイメージ、まあ、その意味では極めてだからテックの動き、まあ、その意味で半導体サイクルだったりとかですね、もしくはテックにおけるその、バブルと崩壊の影響を強く受けるんですよ、ナスダックはね。動きが大きい、動き大きい。その意味で例えば IT バブルなんかの時も実際5000ポイントまで行ってから、はい、一気に1000ポイント近くまで下がったんですよ、そうなんですよ、すごいですね、バブル崩壊でね。あ、そうですか。そう成長企業があったりするんで、中にはね金利上昇にも弱いっていう特徴があります、はい、ただ足元ではね一番パフォーマンスいいんだけどね、マスタックはね、AI ブームで。そうですよね。 なんとなくその先端を行ってるから、そうそうそう、どんどん上がるようなイメージがあるけれども、その下がる時はそうガンと下がる。そういうことです。っていう意味ではやっぱりその積み立てとかNISAとかにはなあ、そうね、向いてないというか、まあ、むしろ、まあ、S&P500 あるから別に特に必要性がないんですよね。向いてないっていうとちょっとあれだけど、
まあ、SP500 があってきれいにアメリカ株にエクスポージャーを持てるんであれば、あえてまあナスダックとかダウ連動のものを買う必要ないよねってなりますよね。確かにです、うん、はい、もう先ほど金利の話もありましたけれども、やっぱりその指数って金利とかにもかなり影響を受けるものなんですか？うん、現在価値っていう概念って分かります？現在価値、今の価値っていうことですか？今の価値です、はい、そう、ある資産の現在価値を求めるのは将来生み出すであろう、まあ、キャッシュフロー、現在価値に、まあ、割り引いて今の価格を求めるっていうやり方をするんですよ。でその現在価値って、あの金利が高い方が現在価値が高いと思う、それとも金利が安い方が現在価値が高いと思う？金利が安いよ。そうだよね、はい、グロスっていうのは基本的に今持っているものよりも将来生み出すであろうっていうキャッシュフローが計算されて想定されて、それを現在価値に割り引くことで株価がつくんですよ。複雑ですね。複雑、ちょっと複雑なんか簡単にっておっしゃいますけど、それでも複雑ですだからちょっとね、時間的価値っていうのは皆さんはあのまだちょっと理解できてないっていうか、日本人はことにね、ずっとデフレが続いてたんで、その現在価値に割り引くとかお金の時間的な価値とかっていうのはちょっとまだ理解できないんで、まあ、それはちょっとまた別のセッションに、はい、もう一回やりましょう。いや、ぜひ詳しく知りたいです、まあ、とにかくそれだからナスダックは弱い、まあ、ナスダックは弱いんです、金利上昇に、はい、でもなんとなく分かりました。分かりました、良かったです、はい、はい、ありがとうございました。またいろいろ教えてください。